皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。今回は速報です。今表示をさせているのが2024年4月24日に公開された情報なんですけども、東急ですね、東横線、有料座席指定サービス Q シート、サービス内容の一部変更という情報が出ています。5月7日からですね、サービスが一部変更になるという情報が出てましたので、お伝えしたいと思います。この Q シートというのはですね、東急が、大井町線や、東横線で、営業運転を行っています。座席指定列車となります。座席指定列車っていうとですね、他の施設でも、例えば関東地方では東武鉄道の TJ ライナーや TH ライナー、西武鉄道のエストレインや拝島ライナー、京王電鉄の京王ライナー、なのでね、ありますけども、東急では1編成すべての車両が指定席というタイプではなくて、一部の車両のみが指定席というタイプになっています。で、東横線ではですね、10両編成のうち中間の4号車 と,、5号車でしたかね、の部分が座席指定になる時間帯があるということだったんですけども、そのあたりちょっと今度運行形態が変わるということで、ちょっと見ていきたいと思います。で、まず列車についてなんですが、これは平日ダイヤの夜、渋谷から元町中華街に向かう急行電車の一部が、Q シート営業列車となっています。で、今度の5月7日からは、渋谷駅18時35分発と、19時5分発の2本が新たに、Q シートの、列車ということになりますので、今度5月7日からは18時35分から、21時35分まで30分おきに Q シートの営業が始まるということになっています。列車自体も5本から7本に、まあ、プラス2本の増発となる一方で、はい、これですね。現在ね、4号車と5号車が、まあ、Q シートということで、車両もこの色が違うので分かりやすいんですが、5月7日からは、なんと4号車がですね、Q シートではなくなるということになりました。ラッピングはそのまましている状態になっていると思うんですけども、5月7日以降、4号車はですね、ロングシートの状態にして一般車両としての、運転となるということで、今後の Q シートは5号車のみがサービス車両、これクロスシートって書いてありますけど、5号車のみがクロスシートになるということになってます。で、私この先ほどお話しした各施設の座席指定列車は一通り乗っているんですが、東急の Q シートはちょっと乗ったことがなくて、実際の現状がちょっとわからないんですが、増発する反面、この指定車両が2両から1両になってしまうということは、利用者がそれほど多くないということなのでしょうか。それとも一般車両の混雑を避けるために4号車を指定から自由に変えるのかとか、ちょっとそのあたり考察がちょっとできなくて申し訳ないんですけど、もしユーザーの方いらっしゃいましたら、コメントで何か意見お聞かせいただけたらいいなと思うんですけども、どうなんでしょうかね。まあ、というわけで、これ4号車がまあロングシートの状態になるということで、まあ、ある意味乗り得列車的な感じにはなるんでしょうけども、こういうふうにサービスの内容が一部変更になるという情報が出ていましたので、速報でお届けさせていただきました。この Q シート、大井町線で導入して、今、東横線が2例目ということなんですけども、他の路線、まあ、田園都市線への、ね、導入も検討していると思うので、今後の展開とか、いろいろと気になるかななんて思いました。はい、というわけで、今回は東横線 Q シートに関する、ね、情報を速報でお伝えさせていただきました。最後までご覧いただきありがとうございました。この度、YouTube PR 用の X アカウントを作成しました。日々のつぶやきをしている私の個人アカウント、そして猫ちゃん関連の私の姉のアカウントも合わせてよろしくお願いします。私の姉ふみっこが TikTok と YouTube を始めました。猫ちゃん関連の動画盛りだくさんです。ぜひアクセスしてみてください。